ホームラン間違い探しです。間違い探しは脳トレに効果があると言われています。皆さんチャレンジしてくださいね。2つあるイラストの中から5つの間違いを探してください。制限時間は60秒です。それではスタート。最近のスポーツニュースをテーマに制作しました。選手の活躍に拍手。すぐ終わります。回答です。次は超難問間違い探しです。ホームラン間違い探しです。間違い探しは脳トレに効果があると言われています。皆さんチャレンジしてくださいね。2つあるイラストの中から5つの間違いを探してください。制限時間は60秒です。それではスタート。もうすぐ終わります。回答です。次はホームラン迷路ゲームです。ホームラン迷路ゲームです。2つある入り口の1つだけがホームランにたどり着きます。まず入り口を1つ選んで迷路に入ってください。制限時間は40秒です。それではスタート。あなたの選んだ迷路がホームランにたどり着いたら、今日の運勢は大吉です。もうすぐ40秒です。正解ボールが迷路を走ります。正解です。ゲームを楽しんでいただけましたか？他のゲームにも挑戦してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。
それでは終わります。